はい、では Google I/O 2019ほぼリアルタイムレポートを、今回もやっていきたいと思います。今回はですね、セッションとかブースの話をちょっと聞いていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。じゃあちょっと今日は真っ黄色な2人に来てもらっているので、もうなんとなくもう分かると思うんですけど、Firebase の話をちょっとしていきたいなと思ってます。じゃあお二人ちょっと軽く自己紹介してもらっていいですか。じゃあ小吉さんから。はい、小吉チーズって言います。LINE でセキュリティエンジニアをしていますが、コミュニティ活動で Firebase のユーザーグループをやっていて、結構 Firebase 好きでいろいろやってたりします。よろしくお願いします。ちょっと緊張してない？ちょっと緊張してますね。大丈夫ですよ。大丈夫です。大丈夫です。何が大丈夫か分かんない。こんなほら、ちっちゃいカメラでやってます。まあ、そうですね。大丈夫です。はい、じゃあ、松舘さんお願いします。はい、松舘と申します。普段は、GD、Google Developer Expert の Firebase で、今、日本で唯一みたいな存在になってるんですけど、コミュニティとかで Firebase の啓蒙活動をしています。仕事の方は普段は、ポリオっていう会社で、iOS のアプリを開発していて、コミュニティ活動でいうとトライスイフト東京のオーガナイザーを務めています。僕もよく行きます。ありがとうございます。毎年ありがとうございます。じゃあやっぱりお二人は基本黄色いものを着てるみたいな感じで大丈夫ですか。まあいや、基本着てるのは多分僕ぐらいだけど着てる。まあコミュニティ、これがまあコミュニティパーカーで、確かにファイアーベースジャパンユーザーグループあるんですね。そうですね。なるほど。Google から予算もらった時とかに作ってたりしますね。あ、なるほどね。今回はお二人 IO どうですか。何回目ですか。僕は初めて来ました。アメリカも初めて。アメリカは2回目ぐらいですけど。あ、松田さん。僕は去年ちゃんと抽選でチケット買って、今回は。今回はちょっといただいて。あ、なるほど。招待できてるってことですね。そうですか。Firebase関連のトークとかセッションとか内容って今回結構あるんですか。昨日のデベロッパーキーノートの時点では、はい、ML キット関係のものしか発表されなくて、はい、今回ちょっとアップデートはそんなにないのかなと思ってたんですけど、はい、ちょうどこの撮影の直前に、うん、ガッツリニューインファイアベースのセッションがあって、セッションお二人で一緒に入りました。ガッツリ30分、40分ぐらい、うん、そのもうアップデートがバンバン出て、そうなんですね。期待してる機能とかありますか。一番一つ大きいなって思ったのが、ウェブサポートをちょっとしてて、今までFirebase のその、なんだろうな、モバイルアプリのために Firebase ありますみたいなスローガンだったんですけど、はい、今回セッションの最初で、モバイルとウェブアプリも、助けていくみたいな感じで増えてて、はい、ウェブをこうフォーカス、ウェブもちゃんとサポートしてるっていう話をしていました。今回それぞれこういうポットみたいなのあるじゃないですか。この中の出口に感想をなんかボタンで押すところあるじゃないですか。で、このカードに NFC が入っていて、これかざしてボタンを押すとその感想が届けられて、かつメールでなんか来たりするじゃないですか。で、まだ試してなかったです。その仕組みがね、なんか Firebase でやってるって書いてあったから、それもまあウェブアプリ的なものですよね。あと、あの中はもしかしたら Android の可能性は。ああ、そうか。Android の。なるほど。多分ちょっと後で写真入れますけど、なんかニッコリマークとちょっとイマイチみたいなマークが4つ並んでて、でそこにね、確か Firebase って書いてあった気がします。松田さんはどうでした、セッション聞いてみて。今回の IO 全体的にそうなんですけど、はい、やはり ML のサポートというか、インテグレーションが結構強まってるなっていうイメージがあって、そのキーノートで言っていたのは、Google の ML のプロダクトが ML キットと AutoML と TensorFlow があるんですけど、ML キットは実際 Firebase のプロダクトみたいになっていて、モバイルからその ML の知識が特になくても、使えますというところは強く去年からしてはいたんですけど、今回その AutoML の AutoML H っていう機能が新しく入って、その AutoML ってその ML の知識がなくても、画像を何枚か上げるだけで、学習してくれて、モデルエクスポートできてアプリに使えますっていうものなんですけど、その色がより強まったなっていう感覚が。なんかデータ入れれば簡単にモデル作ってくれるよみたいな言うけど、言うてもそうでもないんでしょみたいな気持ちは皆さんないんですか。
でも HTML 自体は本当にただ画像とあとその画像をマッチングした CSV をアップロードして、でなんかしばらく待ったらモデルが出来上がる、本当もう誰でも使えるっていうやつだし、しかもそのモデルのマッチングをなんか自分でするのめんどくさかったら、なんか GCP の機能で、はい、サービスで、はい、もう人間にお願いするっていう機能もあったりするんですよ。 GCP とは一体クラウドのそう向こう側に人がいるってことですか。まあでもそう、そういう人間がこう、まあ、この画像見て犬か猫かみたいな分けることもやってくれて、それからまあ、はい、それをもらってマッチングしたデータをもらって、うん、HTML に上げるで、今回発表された HTML Edge で、はい、モバイルの SDK とかに組み込めば、うん、そこで、自分で作ったモデルを、うん、アプリに簡単に組み込める、はい、めちゃくちゃ、うん、今回発表の中で使ったなという気がします。使えそうですか実際。これは Firebase 全体そうなんですけど、毎回こういう便利な機能が出ますって発表するんですけど、うん、はい、結局それを発表された我々は何に使えばいいんだっていうユースケースがやっぱり難しいなっていうのが全体的にあって、今回もまあ、多分 LINE とかもそうだと思うんですけど、普段使ってるプロダクトで ML を使うシチュエーションってまだそんなに大きくないじゃないですか。そういう機能をなんかこういうところで使いたいなっていうのを探していかなきゃいけないなっていうのが思います。そう、膨大なデータが集まらないとこのマシンラーニングで処理する意味ってそもそもあんまりないじゃないですか。そうですね。一応なんか HTML は今回のセッションではなかったんですけど、1000枚ぐらいあればまあ一応それなりにいいものができるみたいな話はあるので、はい、セッションではそんな枚数多分使ってないと思うんですけど、まあ 70-80% ぐらいの正答率で判別できるみたいなのができる。あとなんか今回サンプルで確か IKEA のアプリに組み込まれてるみたいな、キーノートでもありましたよね。あれは OpenML じゃなかった、プロジェクトの方でしたね。あれはプロジェクトの方かな、うん、なんかかざすと商品が何かっていうのを言ってくれたんです。なるほど。もうそれってそのロードマップみたいなので公開されたんですか。この機能はいつから出すよみたいな。いやもう今日から使える。あ、使えるんですね。あ、なるほど。なんかよくこの出す詐欺みたいなのあるじゃないですか。まあいろんな会社さんがやるぜっつって秋にはっつってもう冬だけどみたいな、まあ、あるんですけど、じゃあ今回はもうじゃあ今日から使えますみたいな。そうですね、うん、HTML に関しては、HTML Edge はもう今日から使えます、うん、なるほど。まあ、いくつか他にもいろいろあって、はい、アップデートで、パフォーマンスモニタリングっていうのもあって、今まではその Android、iOS だけだったんですけど、今回 Web のサポートもされて、で、今までモバイルアプリでのパフォーマンスモニタリングっていうのはそのアプリの起動速度とかネットワークのレイテンシーとか API リクエストのそのレイテンシーとかそういうのをチェックできたんですけど、今回 Web に関してはそのページの読み込み速度とかそういうのも気に入って取れるみたいなので、なんかモバイルのものをそのまま Web に持ってきただけじゃなくて、ちゃんと Web のコンテキストで必要に取りたいパフォーマンスっていうのをちゃんと見れるものもアップデートされて、でそれもちゃんと強化されるんですよ。なんか聞いてる感じだとだいぶ良さそうなイメージですよね。そうですね、うん、ちなみにこの中とか見ました。ちょうど今クラウドとファイアベースのフェイクの前で今回やろうと思って来たんですけど、この中入りましたか。はい、入りました。僕この黄色い T シャツ、これスタッフと同じ色なんですけど、はい、昨日この T シャツを着て Mac を持って座ってたらスタッフと間違えられてました。これって何みたいな。ちょっと説明してみたいな。あるあるです。なるほど。なんか特に面白かったデモとかありました。中にそのレゴで作ったレゴのプラデールかな、はいはい、作った、模型みたいなものが置いてあるんですけど、はい、それは何かっていうと、はい、Android スタジオ、クラウドビルド、テストラボ、Google プレイストアかの、はいはい、4つの、機能の、その、なんていうんだろう、成功したか失敗したかみたいなレバーがついて、それを変更することによって後ろにあるモニターで実際にそのそれぞれの4つのパートが成功するか失敗するかっていうのが切り替えられるっていうのがあって、その実際にそのレバーを切り替えてスタートボタンを押すと実際のビルドが後ろで実行されて、だからまあすぐにこう成功しましたとか出るんじゃなくて、本当に30秒ぐらい待つと成功成功成功って出てくるみたいな
じゃあ本当にやってる感がある、ちゃんとしたデモですね、はい、ちゃんとしたデモがで、ちゃんとそのどういうビルドをしたのかっていうログも横に載せてます。じゃあしっかり自分で書ける人たちにとっては、あの納得感のあるデモ、納得感のある、あのなんかハリボテではなくちゃんとしたものとか、僕は結構イベントの運営をやる側なんで、そういう時はもうサンプルを作っちゃって動画みたいな感じで流しちゃいがちですけど、まあ、エンジニアとしてはやっぱりそういう実際の体感としてあった方がやっぱりいいです。そうですね、あの他のものもそうなんですけど、その実際になんとなくこういうものがありますっていうのは見せてもらってもまあいいんですけど、はい、うん、これって何で動いてるのっていうところで、中身がやっぱり見たいっていうところ多いです。あとクラウドランのデモもあって、Android の端末を持って、絵を描けるっていうデモがあって、まあ、その Android 端末を動かしたら、それをディスプレイに映って、描いた空中に描いたものをディスプレイに映すっていうのがあって、まあ、それは 3D で表現されるんですか？いや、普通の 2D なんですけど、まあ一応描いたものが何なのかっていうのもマシンラーニングで、一応推測してくれるんですね。で、まあ、僕が試した時別にそれその推測してくれるところまで知らなかったから、はい、何も書いてなかったぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど、はい、まあ、そのクラウドランっていうドッカーで、まあ、作ったアプリケーションを、うん、その動かせるサービスがあって、うん、そのそこで、まあ、クラウドビジョン API とかその GCP のいろんな API を使って、はい、いろんなことができるっていうデモがで、Firebase でもそのクラウドランの、その、はい、インテグレーションがあって、うん、Firebase ホスティングっていうそのウェブサイトをホスティングできるサービスがクラウドランに、連携できる。それが何ができるかっていう と、クラウドラン側で、HTTP レスポンスを、まあ、何かしら作ってあげて、それを返してあげると、うん、Firebase ホスティングで表示してくれるから、まあ、サーバーサイドレンダリングとかそういうこともできるよっていうのがいいですね。なんか、前々からクラウドファンクションスっていう別のまた、クラウドランみたいなやつがあるんですけど、そっちは1リクエストしかさばけないんですけど、クラウドランなら何十リクエストかまとめてさばけるからちょっとパフォーマンスも嬉しいし、コストもまあ安く抑えられたりとかもできたりするんですね。なるほど、結構嬉しいアップデートかな。ちなみにこの後のセッションでまた Firebase 関連って何かあるんですか？この後は、新しい機能 の発表というよりは、はい、デストプラクティクス的な発表が来るんですけど、例えばそのファイアストアの、データのモデリングの方法だとか、うん、あと今回キーノートでやたら言ってますけどセキュリティの話とか、はい、もうその Firebase の文脈で、どうやって担保していくかみたいな話が来ます。じゃあまた今日も明日もいろいろ聞いてって感じですか？そうですね。ちなみに日本戻ってからお二人はそれぞれ活動とか、まあ、もしよかったら宣伝とかこういうコミュニティのこれがあるよとかあれば。ちょっと日付細かい日付忘れちゃったんですけど、5月の18日か18か、うん、GT の報告会があって、 Google IO の報告会があって、はいはい、そこで僕は Firebase の話をする。ああ、なるほど。はい、松田さん、はい、僕はそのイベントは行けないんですけど、はい、5月の25日に、うん、LINE 福岡オフィスで、はい、GDG 九州 IO 報告会の方で Firebase の話をします、はいはい、それ聞きました。あの主催されてる方も、ね、今回来てらっしゃって、はい、 そうですね、その時にありがとうございますって言われて、はいみたいな何の件でしょうみたいな感じの、あの会場を貸してくれてってことで、はい、まあ僕担当じゃないので僕に言われてもって感じだったんですけど、はい、なるほど、分かりました。じゃあこれからも引き続きファイアベース黄色い T シャツ着て、はい、ちなみに何枚ぐらい持ってるんですか？バリエーションとしては。いや、バリエーションはなくて、ただ今のところ1種類で自分は2枚ぐらい作る。あと黄色いパンパンもある。これが黄色いパーカーで T シャツね。そう、 T シャツもちゃんと。そういえばストアとか行きました？私これ見せてなかったけど買ったんですけど、ね、ああ行きました。ファイアベースは売ってなかったですけど、ね、ファイアベースは売ってないですね。ファイアベースってなんか T シャツすごい配ってるイメージあって、はい、あ、日本の技術系のコミュニティにブース出したりすると、うん、すげえ T シャツ山盛りにしてるのが大体ファイアベースで、はい、そうですね。僕が今この中に着てるのはその、はい、そういうのにもらったファイアベースの T シャツ。そうですよね。
なんかいいですよね、アメリカの T シャツって。あ、なんかペラペラでなんかぐるぐるぐるって巻いてあって、素材がいいんですよね。そう、なんか着やすい僕ね、ちょっとペラペラすぎてますまあでもいいですね、はい、じゃあまた残り 1.5 インチぐらい楽しんでいってください。はい、はい、じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。